立ち、おめでとうございます。さて皆さん、この間の日曜日は何をやりましたか？忘れちゃったもん。そう、運動会みんな頑張りましたね。園長先生も見てて、とってもみんな素敵だったな、かっこよかったな、さすがだな、一生懸命練習したもんね。どうでした？お家に帰ってからも、お家の人、見に来てくれた人、みんな褒めてくれました？よくできたよって言ってくれました？そしたらみんなはなんて言った？うわー、すごいね、ありがとうって言えた？ありがとうって言えた人、おお、ほとんどの人がいたね。10月生まれの友達もありがとうって言えた？言えた？みんな言えた？いやー素敵だな。ちょっと先生、お話しすることなくなっちゃったな。え、このありがとうって言いましょうねってお話をしようと思ったんです。友部幼稚園には大切な魔法が3つありますよね。先生から聞いてるよね。先月の9月までのお誕生会の時には魔法のお話をしましたね。あと2つ大切な魔法が、その1つが魔法の呪文ありがとうです。人から何かしてもらって自分がいい気持ちになった時、例えばプレゼントをもらった時、運動会のことを褒めてくれた時、お誕生日おめでとうって言ってもらえた時、皆さんはそのお返しを何でしますか？そうだね、ありがとうって。でもありがとうもコツがあるの知ってます？ただありがとう、ありがとう、ありがとう、これでいいのかな、流してくれ、ありがとう、ありがとうって、なんでダメ、なんでダメなんだろう。お、誰か言ったね、心がこもってないからだよね。ありがとうって気持ちだよね。大切なのは気持ちです。その気持ちをちゃんと言葉で表してください。そのためにはちゃんと、例えば相手の目を見て、今ね、園長先生のことをビデオで川田先生が撮ってくれてるの。ちゃんと撮ってくれてるから、園長先生、川田先生にありがとうって言います。その時ちゃんと川田先生の目を見て言います。お友達もちゃんと聞いててくれてありがとう。みんなお顔を見てちゃんと気持ちを込めています。それがさあ、みんな聞いててくれてありがとう、ありがとう、うん、聞いてくれてるね、ありがとうだと、どう、みんな嬉しい。それよりもこうやってみんなの顔を見てありがとうって言ってもらった方が嬉しいでしょ。どうせ言うなら相手に喜んでもらった方がいいよね。だからちゃんとありがとう言う時には、相手の目を見て心を込めてありがとうって言えるかな？言えない？大丈夫？じゃあ練習してみようか。園長先生の目を見てありがとうって言ってくれる？さん、はい、ありがとう。あ、たくさんのありがとうを、園長先生からもありがとう。こういうふうにね、ありがとう、みんなの目を見て、お顔を見て、心を込めて言うようにしましょうね。そうじゃないと魔法の呪文にならないよ。わかった？はい、このあとお誕生会でもありがとうっていう時があるよね。10月生まれのお友達ね、その時もこちらね、おめでとうって言ってくれる人もお顔を見てちゃんと心を込めてありがとうって言いましょうね。はい、じゃあ友部幼稚園の第一の魔法でした。魔法の呪文ありがとう、いい、みんなに教えたよ、いっぱい使ってくださいね。はい、園長先生の話終わりです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。